勇筆は中世、近世に置かれた武家の秘書役を行う文官のこと。文章の代筆が本来の職務であったが、時代が進むにつれて、公文書や記録の作成などを行い、事務官僚としての役目を担うようになった。執筆とも呼ばれ、近世以、e、後には勇筆という表記も用いられた。初期の武士においては、その全てが、 文章の正しい様式について実質しているとは限らず、文盲のものも珍しくなかった。そこで武士の中では、僧侶や家臣の中で文字を知っている人間に書状や文章を代筆させることが行われた。やがて武士の地位が高まってくると、講師にわたって文章を出す機会が増大するようになった。そこで、専門職としての勇筆が誕生し、勇筆に文章を作成。 執筆を行わせ、武家はそれに署名、顔のみを行うのが一般的となった。これは伝統的に書式のあり方が引き継がれてきたために、実質文書が一般的であった国家とは大きく違うところである。武家が発給した文書の場合、文書作成そのものが有筆によるものでも、署名、顔が発給者当人のものであれば、実質文書と同じ法的効力を持った。 これを右筆書きと呼ぶ。どれほど任せるかは個人差があり、伊達政宗のように講師問わず大半が自筆の者、豊臣秀吉のように公文書は任せるが指示の手紙は自ら書くもの、足利尊氏のように署名、顔をまで勇筆に任せてしまうものなどがあった。なお、事務が煩雑化すると正式な手続きを経て決定された事項について勇筆が 自らの職権の一環として文書を作成、署名を行い、これに主君発給文書と同一の効力を持たせる例も登場する。こうした例は、院前や臨時などに早くから見られ、後に武家の宝書や御教書などにも採用された。天皇、皇后の新書などの代筆をする宮内庁の文書専門員は、有筆と呼ばれることがある。源の頼朝が、 鎌倉幕府を発足させた時に、京都から下級官人を招いて、事務的な業務を行わせたが、その初期に勇筆を務めていたのが、大江広本である。後に、広本が公文書、万所において行政に専念するようになると、平政治、藤原広津が、藤原国道らが勇筆を務めた。その後、将軍や出権のみならず、引き付けなどの幕府の、 各機関にも勇筆が置かれ、大田氏や三吉氏などの官人の末裔がその任に当たるようになった。基本的に、室町幕府もこの制度を引き継いだが、次第に勇筆の中から武行人に任じられ、発言力を増大させた者たちが、勇筆方と呼ばれる集団を構成するようになった。なお、室町幕府では、行政実務を担当する軽方勇筆、公文書作成を担当する、 外遊筆、作事造営を担当する、作事遊筆などといった区別があった。戦国時代に入ると、戦時に必要な文章を発給するための遊筆が、戦にも同行するようになった。戦国大名から統一政権を打ち立てた、織田、豊臣の両政権では、遊筆衆の制が定められ、遊筆衆が行政文書を作成するだけではなく、武行、 フラ時代官などを兼務してその政策決定の過程から関与する場合もあった。豊臣政権の御奉行であった、石田三成、長塚正江、増田長森はもともと、豊臣秀吉の雄筆衆出身であった。他に、雄筆衆として、著名なものに、小田政権の名位に吉政、竹雄安、楠木長安、松雄館、大田牛一、豊臣政権の枠高志勢、 山中長俊、木下義隆、愛の利スなどがいる。なお、口述のように、豊臣政権の没落後、勇筆衆の中には、徳川政権によって勇筆に登用された者も,もおり、勇筆衆という言葉は江戸幕府でも採用されている。戦国大名としての徳川氏にも勇筆は存在したと考えられるが、 徳川家康の三河時代の勇筆は、家康の勢力拡大と、天下昇悪の過程で奉行、大官などの行政職や不代、大名などに取り立てられたために、江戸幕府成立時に採用されていた勇筆は多くは、旧、室町幕府奉行州の指定や関ヶ原の戦いで、当軍を支持した、豊臣政権の勇筆州、関東地方平定時に、家康に仕えた、旧、 ご北条氏の優筆などであったと考えられている。徳川将軍家のみならず、諸大名においても、同じように家臣の中から優筆を登用するのが一般的であったが、縦林藩氏から将軍に就任した徳川綱吉は、縦林藩から自分の優筆を江戸城に入れて、優筆業務を行わせた。このため、一般行政文書の作成、管理を行う。 既存の表有筆と将軍の側近として将軍の文書の作成、管理を行う奥有筆に分離することとなった。当初は双方の有筆は対立関係にあったが、後に表有筆から奥有筆を選定する人事が一般化すると両者の住み分けが進んだ。奥有筆は将軍以外の他者と私的な関係を結ぶことを禁じられていたが、 将軍への文書の取り継ぎは、側用人と奥遊筆のみができる職務であった。奥遊筆の承認を得ないと、文書が老中などの失政に回されないこともあった。また、奥遊筆のために独立した御用部屋が設置され、老中、若年寄りなどから挙げられた政策上の問題について、将軍の指示に基づき調査、報告を行った。このために、 大半の大名は元より、江戸城をおかげで仕切る、大奥の首脳であっても、奥遊筆と対立することは、自己の地位を危うくしかねないものであった。このため、奥遊筆の周辺には金品に絡む問題も、生じたと言われている。一方、表遊筆の待遇は、奥遊筆よりも一段下がり、機密にはかかわらず、反物、衆院状などの一般の行政文書の作成や、 初代名の文元帳や、旗本、御家人などの名簿を管理した。ありがとうございます。